タイさん、おはようございます。ウォークさん、おはようございます。ハレリア、ハレリア、マイちゃん、ハレリア、アメン、アメン。今日は、まあ、やや涼しいという感じでしょうか。ケンゴさん、おはようございます。今日は曇っています。こういう感じですね。曇って、まあ、やや涼しいですね。昨日は少し寒いぐらいでしたけど、今日はやや涼しい。太陽さん、おはようございます。いよいよ8月も終わりに向かっていますが、だいぶ涼しくなって、非常に、いいですね。アンリビさん、ジゼルさん、ゴマちゃん、おはようございます。納豆さん、おはようございます。セミは今日は、昨日はあまりセミが鳴いてなかったんです。今日はセミが鳴いてますね。温度と関係があるんでしょうかね。温度が低いとセミが鳴かないんでしょうか。昨日はですね、皆が崇められますように、昨日の夜ですね、皆が崇められますようにというタイトルでした。それは主の祈り。主の祈りっていうのはですね、イエス様が、まあ、こう祈んなさいと言った祈りですね。それを主の祈りと言います。その一番目が、皆が崇められますように。私たちの祈りは、まず自分のためではなくてイエス様のために祈る。アイポンさん、おはようございます。ルルさん、おはようございます。ジョイという言葉があります。 J-O-Y ジョイ、これは喜びという意味ですが、祈るときにですね、J-O-Y で祈りなさいという教えがあります。ハルキさん、おはようございます。 J はジーザス、 O はアザーズ、Y が Yourself。 まず祈るときにイエス様のことを一番に祈りましょう。そして他の人のために祈りましょう。そして自分のために祈りましょう。多くの人は自分のためを、自分のためだけに祈るということがありますけど、まあそういうこともたまには、ね、自分のために祈るということもあるかもしれません。しかし、まず私たちは原則的にはまずイエス様のことを祈り、他の人のために祈り、そして自分のために祈るということが一つの順序ではないでしょうか。タイさん、6-10-A、御国が来ますように。今日のタイトルはこれですね。御国が来ますように。そして、皆が崇められますように。御国が来ますように。御心が天で行われるように、地でも行われますように。この3つの祈り、この3つの祈りがイエス様のための祈りとなるでしょう。ですから、まず私たちは、自分のためではなく、この世のことのためではなく、必要のためではなく、まずイエス様のために祈る。イエス様のために祈る。これがまず祈りの基本ではないでしょうか。そして、御国が来ますようにっていうのは2番目の祈りですね。2番目の祈り。この3つの祈りですね。この3つの祈りは関係がありますね。無関係ではなく関係があります。どういうことでしょうか。例えば御心と考えたとき、ごめんなさい、御国と考えたとき、御国というのは神の国、神の王国という意味があります。王様が支配する国、つまり私たちはイエス様が支配する国、それを神の御国と考えます。イエス様が王の王、主の主でありますから、イエス様を王とする国、イエス様が支配する国、それを神の御国と考えます。それに対してサタンの国という言葉があります。サタンの国、それはこの世なんですね、皆さん。この世はですね、サタンが支配している。第一ヨハネにそういう言葉があります。この世は悪いものに支配されていると書いてあります。アダムとエバが騙されて、サタンがこの世を支配するようになりました。タロさん、リーボーさん、おはようございます。どうして世の中に悪いことが起きるのか、どうして世の中は理不尽なのか、
どうして悲惨なことがあるのか、それはサタンが支配しているからと考えましょう。神がいないからではないのです。神がいないから悲惨なことが起きるのではなく、サタンが支配し、その神様が働くようなそのような状況がまだないからと考えましょう。リナさん、おはようございます。多くの人は、悲惨なことが起きて、こんな悲惨なことがあるんだったら、神なんかいるもんか、神がいるならこんな悲惨なことはないだろうと考えます。それはある意味では当たってます。神様が働くなら、悪いことが起きてこなくなるからですね。モークさん、この世は悪魔が支配されている。本当にそう思います。イエス様に必死に祈る必要があると思います。ニュースを見るとですね、本当に悪いことがどんどん増えてます。ニュースを見るとまさに悪魔が働いているということがわかるでしょう。しかしそれでいいわけではありません。イエス様は御国が来ますように祈んなさい、御国が来ますようにと祈んなさいということです。それは、御国というのは神の国、神が支配するということですけど、どうすれば神が支配するんでしょうか。それはまず私たち一人一人が、自分の生き方を悔い改めて、イエス様を信じるところから始まります。イエスキリストを信じるということは、私たちはイエス様を王とするということでもあるんです。今までは自分が王だった、自分が王であり自分が中心だった、天動説ですね。天動説というのは自分が中心という意味です。しかし私たちは地動説、つまりイエス様こそ中心、イエス様こそ王、イエス様こそ支配されるべき方と、そのように考えてこそ本当の悔い改めです。悔い改めてイエスキリストを信じるというのは、イエス自分中心からイエス様を王として、イエス様の支配を認める、求める、従うということなんです。イエスキリストを信じるというのはそういう意味があります。そしてこの世が悪魔に支配されて、いろんな悪があり、いろんな罪が行われています。それに対して私たちはそれを悲しみ、義に植えかわくわけですね。義に植えかわくものは幸いとあります。義に植えかわくものは幸いというのは、この世の悪魔の支配に対して嘆き、神の国が来ますようにと、神の国が来ますようにと願うこと、これが義に植えかわくということですね。多くの人は義に植えかわいていないのです。このサタンの国に同調している、またはサタンの支配に同調している、参加している、そこに問題があるわけです。私たちはそれをやめなければなりません。サタンの支配に同調しないで、この世と調子を合わせてはいけない、この世とこの世のものを愛してはいけないというのはそういう意味ですね。快楽を愛し、この世のシステムに協力するならば、それはサタンの国のに協力しているということです。しかし私たちはそうではなくて、この世のあり方に対してノー、私たちはこの世と調子を合わせず、この世は愛さずに神の義を求めます。サタンを王とするのではなく、イエス様を王とし、イエス様の国が来てほしい、イエス様が来てくだされば、この世は良くなる、義が行われる、御心が行われる、これがですね、御国が来ますようにではないでしょうか。大さん、ありがとうございます。マタイ5:6a、義に植えかわく者は幸いです。私たちは義に植えかわく、つまり、正義が行われるように思うべきです。多くの人はですね、いろんなひどいことをされて、ひどい経験して、
ああ、なんと世の中は理不尽なんだ。なんと世の中は間違ってるんだと思います。多くの人はそういう意味では被害者です。だからといって義を求めようとはしないところに不思議があります。ひどいことされたからひどいことをしようと。自分も騙されたから人を騙そうと。悪魔の支配に同調してしまっています。私思うんですよ。もし騙されてひどいことされたならば、自分は、人を騙すまいと、人を傷つけまいと、そう思うべきじゃないですか。多くの人たちは被害者だと思います。多くの人は、虐待された、暴言暴力を吐かれた、苦しめられた。多くの人は被害者です。しかし、被害者にもかかわらず、義に植え替えこうとしないで、むしろ、仕返しをして、自分もそうしようと、加害者になっている場合が多いのではないでしょうか。本来は、被害を受けたならば、被害がないような、世界になってほしい。悪いことがない世界になってほしいと思うべきではないでしょうか。それが義に植え替えということです。それが御国が来ますようにということなんですね。春樹さん、快楽に興じないため私夫婦は子供を作らないことにしました。これ間違っているでしょうか。間違っています。間違っています。ね、子供を作ることは、その神様の自然のあり方であって、快楽だけではありません。むしろ私たちは夫婦が愛し合うということが大事なんです。子供を求めることは良いことです。ゆうさん、ハレリア。イエス様が最初に伝道したときにこう言われました。悔い改めなさい、御国は近づいた。悔い改めなさい、御国が近づいたと言われました。つまり、このサタンの国から、神の支配が、始まって、御国が近づいた。イエスキリストを信じるならば神の国に入れる。私たちは、この世のものであったにもかかわらずイエスキリストを信じて神の国に入ることができます。私たちは神の国民になれました。まだ私たちは天国に行ってませんが、天国には行ってませんが、私たちは神の国民です。なぜなら神の国の王であるイエス様を信じているからです。トッツァンさん、私たちは子供に恵まれません。どうしたらいいですか。祈ってください。祈って、子供が与えられた人がたくさんいます。トッツァンさん、もしよければお祈りしますから、連絡くだされば祈ります。タロさん、 DV の家庭で育った子供は大人になると自分が子供を虐待するそうですね。そうですよ。罪は遺伝します。罪は遺伝します。でも太郎さん、クリスチャンになれば、大丈夫です。クリスチャンになれば子供を愛せるようになります。また3の2、悔い改めなさい。天の御国が近づいたから。イエス様がこの地上に来たのは、天国を述べ伝えるためでもあります。神の国を述べ伝えるため。私を信じるならば神の国に入れる。私を信じるならば神の国に入れるとイエス様はおっしゃったんです。つまりイエス様は王ですから、神の国の王ですから、その王を認めることが神の国に入る条件です。王を認めないで神の国に入ることはできないということです。王国というのはその王に従うことがその国民のあり方ですよね。多くの人はイエス様を信じないから神の国に入ることができないんです。多くの人は結果的に悪魔に従ってしまってるんです。
嘘の王と言ったらいいでしょうか、悪の王と言ったらいいでしょうか。悪魔は、その悪の王ですね。その悪の王に多くの人は従ってしまってます。悔い改めというのは、ああイエス様ごめんなさい、今まではサタンに騙されて、悪魔に、従ってきてしまった、もうそれは、やめたい、もう悪魔に従わないでイエス様に従いたい、イエス様だけに従いたい、これが悔い改めです。そうすれば神の国に入れるんですね。神の国に入ります。アキプーさん、逆に言えばクリスチャンでなければ子供を幸せにできないのか。その通りです。神の愛がなければ子供を愛することはできません。クリスチャンになってこそ初めて子供を愛し、妻を愛し、夫を愛することができるんです。それが信仰結婚です。この世の結婚は間違ってます。この世の結婚は、愛しているふりをしているだけで愛してはいないのです。モーカさん、イエス様だけに従いたいです。イエス様が王です。葵さん、ハレルヤ。タロさん、私の家から悪魔を追い出すにはどうしたらいいんですか。まずタロさんが悔い改めて、心から悔い改めてイエス様に従おう、イエス様を王としよう、これからは自分に従うのではなく、悪魔に従うのではなくイエス様に従おうと、そのように強く決心することですね。強く決心すること、そのことによってタロさんの家から悪魔が出ていきます。イエス様おっしゃいました、聖霊によって、悪霊を追い出すなら、聖霊によって悪霊を追い出すなら神の国が来る、聖霊によって悪霊を追い出すなら神の国が来ているとおっしゃいました。神の国というのは、聖霊によって悪霊を追い出し、そこに神の支配があること、そこにイエス様がいること、それが神の国なんです。ですから皆さん、神の国を求めましょう、ね。イエス様おっしゃいました、神の国とその義を大事に求めよ、神の国とその義を大事に求めよ、そうすればそれらは全て与えられる。それらって何ですか。それらというのは必要なものです。私たちは何を食べようか、何を飲もうか、何を着ようかと、この世のことに思い煩います。しかし大事なことは、まず神の国を求めることです。神の国というのは全て必要なものが与えられるんです。素晴らしい。マタイの 12-28、 しかし私が神の御霊によって悪霊どもを追い出しているのなら、もう神の国はあなた方のところに来ているのです。悪霊を追い出すならば、神の国がもう来ている。ですから皆さん、まず私たちは神の国を求めるということは、イエス様を信じて聖霊を受けて悪霊を追い出していくということですね。マタイの 6-33、 だから神の国とその義とまず第一に求めなさい、そうすればそれに加えてこれらのものは全て与えられます。神の義とは何でしょうか。神の義というのは、主の祈りの3番目の、主の御心、神の御心が行われますように、天で行われるように地でも、御心が行われますようにということです。もちろん天国では、天国では神様の御心が行われています。それは神の国だからですね。神の国というのは神の御心が行われるところでもあります。でも私たちはこの地上において、この地上でも神の御心が行われますようにと祈るべきです。それは神の国とその義を、大事に求める。まさに主の祈りというのは、このマタイの 6-33、 マタイの 6-33 こそ主の祈りではないでしょうか。神の国とその義を求める、
大地に求める、主の祈りのね、皆をあがめて、御国を求めて、御心が行われる。まさにこれが大地に求めることだということです。祈りの一番、祈りの一番ということになるでしょう。ですから皆さん、私たちはその、御国を一番にしたときに必要なものが与えられます。多くの人は、御国ではない、まずその、生活に必要なものを一番に求めてしまいますが、そうではなく、神の国とその義を求めれば、それらのものは、与えられると書いてありますから、その神の国の力を信じましょう。神の国があるならば、神の国があるならば、不思議と、奇跡があります。つまり、神の国は、神の恵みであふれている。神の御国は神の恵みであふれていますから、私たちはまず神の国を求めることが必要なんだということです。別な言い方ですれば、私たちは互いに愛し合いなさい、私が愛したように互いに愛し合いなさいとイエス様も言われました。神の国はまさに愛し合う世界ではないでしょうか。愛し合うところが神の国と言ってもいいかもしれません。聖霊によって悪霊を追い出し、私たちは愛し合う世界、神の国を求めます。教会はある意味では神の国と言えるでしょう。教会は、クリスチャンが愛し合う場所です。私たちは将来本当の神の国、ね、本当の天国に引き上げられていきますけど、それまではこの地上において、神の国を求めます。神の国を求めます。この地上で神の国を求めながら、将来イエス様が来ることを待ち望みます。ですから、皆さん信仰に励み、神の愛で歩むことを励み、イエス様の御心を行い、イエス様の教えを守り、そして素晴らしい希望に満ちて歩むことができます。大さん、ありがとうございます。ヨハネ 13-34、 あなた方に新しい戒めを与えましょう。互いに愛し合いなさい。私があなた方を愛したように、あなた方も互いに愛し合いなさい。アメン、アメン。ヒコさん、天国では罪を犯せないんですね。天国では罪を犯せません。ジゼルさん、聖書では同性愛を悪としていますね。第三神殿は御国なの。ですね、第三神殿はこの地上のエルサレムに作る神殿で、私たちは、その物理的な神殿は、御国と考えません。新約聖書によると、私たちが神殿、私たちが神の宮と書いてありますから、第三神殿は、まあ、千年王国にイエス様がそこに、来られるという意味では確かに神殿になりますが、イエス様が来るまでの第三神殿は、まあ、本当の神殿とは言えないと思います。それでは証タイム行きましょう。イエス様を信じて、本当にこの世は悪魔に支配されているからこそ、御国を求めるようになった証、イエス様を王とする、イエス様が支配する、まさにジーザスレインズですね。ジーザスレインズというのはイエス様が統治する、支配するという意味で、まさに神の国です。神のイエス様の支配を求めるようになった証、神の国を求めるようになった証、愛し合う世界が必要なんだ、愛し合う世界が必要だということが分かった証、スタート、スタート。ジュデオンさん、ゲイも祈りで治療できるんでしょうか。ゲイが治った方がたくさんいます。信仰によってゲイが治った方がたくさんいます。多くの人はゲイは治んないと思い込んでますが、それはサタンの嘘です。
多くの芸が癒されています。ジデスさん、同性愛は本当の愛じゃないんですね。本当の愛は神の愛です。もちろん、異性愛も本当の愛じゃないですよ。人間の愛は本当の愛じゃないんです。ごまちゃん、自分に従った人生は失敗でした。過去、そうですよね。自分に従うということは、それはある意味ではサタンに従っていることになるんです。サタンは、イエス様に従わず自分の考えで生きろとか、自分で頑張れとかいうのがサタンの言葉です。それは失敗します。タイさん、イエス様を信じて祈りの必要性を切に知り、ますます神の国を意識するようになりました。アメン。ユウさん、このように本当の愛はありません。イエス様の愛だけを求めます。アメン。タロさん、母の愛こそ最高の愛ですか。いえいえ、母の愛も自己愛なんですね。似ているかもしれません。神の愛に似ているかもしれませんが、母の愛、人間の愛は自己愛なんです。まあ、自分の子供だけを愛するということでしょうか。モークさん、御国が来ますようにもっと祈りたいと思います。サタンではなくイエス様が統治する世の中になってほしいです。この放送で本当の神の愛を学び、目覚めることができました。ものすごく感謝してます。ありがとうございます。アメン。田舎さん、バイセクシャルもよくありません、ね。神様の、御心は、バイセクシャルではありません。彦さん、人類愛ではありません。人類愛ではありません。神の愛です。人類愛は愛のように見えます。人類愛ではなく神の愛ですね。似ているので、なかなかその区別がつかないかもしれません。神の愛、神の愛、それは人間の愛とは違うのです。それはぜひ深くその違いを理解する必要があります。ジゼルさん、ジゼルさん、ですね、まあ前提がありますね。キリスト教には前提があります。ですからまず前提を理解しないといけません。前提とは何ですか。まず神様がこの世界を作ったということですね。神様がこの世界を作った。しかし悪魔が、アダムとエヴァを騙して、この世界を乗っ取った、そういう前提をまず理解しなければいけません。そして、神様がイエス様を使わし、この世界を取り戻しに来た、この世界を取り戻しに来たということです。そしてイエスキリストを信じる者は救われて神の子供になれる、神の国に入れる、それが今です。今私たちは、イエス様を信じる者を集めているわけですね。太郎さん、お母さんに集中してはいけません。聖書でははっきり書いてあります。親を敬えとありますから。タロさん、お母さんを許すことが大事です。お母さんを許すことが大事です。ジゼルさん、その前提の中で、
考えると見えてきます。前提がはっきりしないと世界観が分かりません。いろいろなイエス様の教えが分かりません。その聖書の前提、聖書の前提をまず理解しましょう。この世界が悪魔に支配されているということをまず理解します。神がいるのになぜこの世界が悲惨なのか、神がいるのになぜこの世界が悲惨なのか、それは悪魔が支配しているからだということですね。まずジゼルさん、そこから理解しましょう。そこから理解するんです。その悪魔の支配のままでいては良くないんだ、悪魔が支配するべきではない、この世界はイエス様が支配するべきだ、神が支配するべきだということから考えればいろいろ見えてくると思います。そしてイエス・キリストを信じるというのはそういうことなんだということです。イエス・キリストを信じるということは、その悪魔の支配を拒絶し、例えば香港で若い人たちが中国の支配を拒絶し、本来の自由な香港の、その香港の在り方といいましょうか、従来の香港の自由主義に従う、そして中国の支配を拒絶する、そのようなデモをしていますけど、それと似ています。私たちはサタンの支配を拒絶しなければいけません。私たちが悔い改めるというのは、ああイエス様ごめんなさい、今まで知らず知らず悪いことをしてました、人に仕打ちをしたり憎しんだり悪口を言ったり、それは悪魔の支配に従っていたことです、ごめんなさい、これからはそういう悪魔の支配ではなくイエス様の教えに従って、イエス様の支配を受け入れます。イエス様を王として認めます。これが信仰です。そして皆をあがめ、御国が来ることを祈り、御心が行われるように生きる、これが信仰です。寂しいさん、地球を壊しているのは人間です。しかしその人間が悪魔にコントロールされているんです。悪魔にコントロールされていることを理解しましょう。ジュデオンさん、日本社会は地獄だと言ってもいいでしょうか。悪魔が支配するならば地獄です。イエス様が支配するならば天国です。悪魔が支配するから地獄なんです。イエス様が、支配するならば天国なんですね。アキプーさん、前提を無条件に受け入れなくても、仮に、受け入れて考えてみると分かります。その前提がどれほど合ってるか、その前提が非常に、合理的で説明がつくということを理解してください。アキプーさん、もしこの聖書の前提を受けれないならば、どんな前提があるんですか。他に変わるような前提がありますか。説明がつくような前提はないのです。もしあるなら教えてください。この世がどういう世界か、説明できる前提がどこにあるんですか。聖書しかないのです。聖書だけが分かりやすく納得するような前提を提供しているのです。比べてみてください。彦さん、イエス様が教えたかったことを聖書に書いた人が正しく書いてないことの可能性ですか。聖書自身がですね、十分書かれてないと書いてありますね。もしイエス様がしたことを書くならば、もっとあるとヨハネは言っています。でも、その聖書はかなりの情報量があります。私たちは、情報があれば高
くさんあればいいということではありません。物事を理解するためには、限られた情報でも真理を理解することはできます。聖書は十分な情報があると思います。桃組さん、スロットに行くことは御心ではありません。それは、お金を愛しているということです。お金を求めていることは御心ではありません。はい、それでは、招きをしましょう。太郎さん、もし聖書がフィクションなら、なぜ、聖書がフィクションなら、じゃあ、本当の、本当の事実は何でしょうか。その本当の事実を説明する本があるでしょうか。ヒットさん、この夏はあまりクーラーを使わないで、過ごすことができました。よかったですね。エリザベスさん、おはようございます。今日の放送を聞いて、ああ、やはりこの世は悪魔が支配していたんだ。この世はサタンの国だったんだ。この世がサタンの国だったから苦しいことがあったんだ。なぜいろんな悪いことがあるかよく分かんなかった。この世にいろんな悪いものがあるから、この世が、サタンの国だということが説明がつく。エリザベスさん、甥っ子が突然亡くなった。ああ、それはかわいそうです。イエス様の慰めがありますよ。エリザベスさんに、イエス様の慰めがありますよ。この世界は神の国になるべきだ。神の国が来てほしい。サタンではなくイエス様が支配してほしい。サタンではなくイエス様が支配してほしい。そのように思う方、アメンと言いましょう。アメン。太郎さん、我が闘争は、ヒットラーが書いた本だと思いますが、その我が闘争の中にこう書いてあるんですよ。ユダヤ人がドイツ人の中に入って、ユダヤ人がドイツ人を滅ぼし、世界を支配しようとしているんだという考え方があるんです。それは大きな間違いです。それは妄想です。ユダヤ人がドイツの中に入ってドイツを滅ぼそうなんてことは考えていなかったし、世界を征服しようなんて考えていません。ヒットラーは妄想の中でユダヤ人を虐殺してしまったんですね。読めばわかります。読めばわかります。エリザベスさん、今はね、傷ついて冷静にその事実を受け入れることはできないかもしれません。でもエリザベスさん、ぜひ、神様は良い方で、決してひどいことをする方ではありません。すべてに意味があるのです。すべてに意味がありますから、その事実を受け入れ、神様を信じてください、それは、今日のテーマと関係があるかもしれません。サタンがそういうことをしたんだ。神様がしたんではない。サタンがしたんだ。だから、サタンの国ではなく、神の国を求めよう。神の国を求めようと、そのように思ってください。天のお父様、感謝します。私たちは、なぜ苦しむのか。なぜひどいことがあるのか。なぜ、とんでもないことが起きるのか。その理由が分かりませんでした。しかし、私たちは、サタンが支配しているから、罪の世界だから、ひどいことが起きる、残酷なことが起きる、それが分かりました。だからこそ神の国を求めます。
神の国を求めます。イエス様、あなたが王です。本当の王です。あなたが支配しなければ世の中は、悲惨です。神の国を求めます。神の国を求めます。イエス様、どうぞ、来てください。この地上に来てください。そして支配してください。あなたに聞き従います。あなたを王として歩みます。神の国と義を求めます。神の国と義を求めます。どうぞアーメンと言った方々が、そのことを意識して、罪を犯すことはサタンに従うことなんだ。イエス様の教えを守ることは、神の御心を行うんだ。そのことを理解し、罪が増し、暴虐が増し加わるこの世ではなく、愛し合う神の国、愛し合う神の国が必要だということで、多くの人が悔い改めて、サタンの支配からイエス様の支配に、変わりますように、悔い改めて神の国に入ろうとしますように、どうぞ導いてください。多くの人がそのことに気づきますように、サタンの支配に気づきますように、イエス様の御名によってお祈りします。アーメン、アーメン、アーメン、アーメン。はい、それでは皆さん、神の国を求めましょう。愛し合う神の国、義を行う神の国、イエス様の教えを守るならば、イエス様の教えを守るならば、神の国が来ます。神の国が来ます。どうぞこの世と調子を合わせないでください。この世を愛さないでください。神の国を愛しましょう。神の国を愛しましょう。それではまた夜7時にお会いしましょう。シャローム、シャローム、シャローム。